では頑張ります。気配が近づく中山に快速自慢が集う電光石火スプリーターズステークス。現在1番人気は桜爆心王。2番人気を紹介しましょう。10番注目のここまで無敗2大スプリント覇者アストンマーチャン、5枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。さあ花に勝ったのはアストンマーチャン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、激しい先頭争い。10番3番手、そのうち並んで桜爆心王。すぐに続いて2番、外から外から4番、1番、並んできた。それを見るように11番、少し後ろから12番、9番、並んでくる。少し後ろから6番、その外並んでリコーベガサス。そしてその外から行ったのは5番、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は見やすまま、果たして抜け出すのは誰だ。桜爆心王、見逃さないでくださいね。最終コーナー、最初に抜け出てきたのはアストンマーチャン。アストンマーチャン、先頭はアストンマーチャン。これは強い。200を通過、逃げるアストンマーチャン。アストンマーチャン突き放す。先頭はアストンマーチャン。変わらない、足色は衰えない。アストンマーチャン1着でゴールイン。実力をいかなく発揮し、レースを制した。熾烈な電撃戦を制したのはアストンマーチャン。スプリンターズステークス完勝だ。2着は桜爆心王。